これですね。これ僕のお気に入りのめちゃくちゃ肌触りがいいレーヨンウール。サラッサラっすね。レーヨンウール。僕のお気に入りはあのここにもありますね。ビーリー、あ、僕のお気に入りそう。これね。僕ずっとビーリーなんで。これは再入荷してますんでよろしくどうぞお願いいたします。で、そう、新作のレーヨンウールジャケット、これね、薄手なんだけど、意外にあったかいというね、まあ、裏地付きで、ウールが入ってるんでね、なんか今日みたいにちょっと日差しがあったかい時に使うと結構ちょうどいいですね、うん、僕、これ結構いいです。羽織はいい、でね、この落ち感がまた最高なんですよ、このストーンという落ち感、わかるかな、これ、動画でわかるか、写真だとね、あれなんですよ、ここがキュッとなりすぎてないですよね。あ、そう、それもいいね。だからそこがなんかちょっとぼわっとしてるというか、なんかちょっと体のなんか肩の力抜いてる感じ、雰囲気が好きですよね。これ締めても可愛いですね。なんかリブのところをそんなにキュッキュにしてないところがまた新しいですよね。そうですね。ちょっと上までして、いい。いや、かっこいいと思います。おすすめです。で、また、しかもこれ、まあ、なんか質問があるといかん、中に着てるやつあるんですよ、これ、これも、これは来季のサンプルでございます。まあ、最後に言っとく、最初にもまだいろんなのあるんだけど、これは来季のサンプルでございます。本当にこれ、薄いんですよ、まだ春夏なんで、そうそう、春夏で薄い、これ、薄手なんですよ、1枚で、うん、はい、高いです。おすすめです。で、何だったっけ、 V ネックのね、 V ネック、ルーツ、V ネックスウェット、うん、アランは、181-78 か、はい、の、サイズ3を着ております。で、特徴がですね、まあこのルーズなんでちょっと下がった、このセットインの部分がこう下がった、オフショルダーに、意外にね、こうストーンってなってるね。確かに、うん、で、横から見たら、ちょっとこう立ってここ、うん、横から見たらこの差をね、実はつけてるんですよね、ちょっと上げてこの、この前と後ろの差をつけてるんで、こういうシルエットなんですよ、こういう、そう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 、ちょっと後ろが長い感じ、うん、これがちょっと余計ルーズ感を出してる、演出すると。で、 V は浅めの V に、リブ、ちょっと太め 2.5 だったかな、うん、太めのリブで、コットン100のスウェットでございます。生地しっかりします。そう、コットン100なんです。なんかあれなんですよ、コットン100ですから、サラッとしてる感じもちょっと、肝、ただの肝、裏肝じゃなくて肝、ただの肝、アナル、パイル、うん、ちょっとしっかりしたスウェットとなり、糸玉とかにならなかった、ならない、なるのは、ポリエステルが入ってるスウェットはなる、うん、例えばコットン80、ポリエステル20とか、で、そっちの方が安いの、また、生地が、うん、ならない、毛玉はならない、うん、で、フライス、ここの部分もコットン100なんです、全部コットン100、うん、そう、なぜならない、おすすめでございます、うん、シンプルだけどね、うん、まあ、それぐらいが一番、そう、はい、こんな感じでございます。
tree and I lit my house with Christmas lights so you should come back home to me and when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love we'll be singing all the melodies until the sun comes up these are the good times with you baby this year it's just gonna be you and me この間これは出たワイドデニーですそうワンタック入りかワンタック入りだねうんワンタック入りのワイドデニーですインしてもかっこいいですねまあインしてもかっこいいちょっとインするあのものが今いてそうそうストレッチがもう入ってないですっていうのは加工感を大事にしてるからいやでもこのデニムのちょでも好きです、ね、いいよかあのじゃ加工良くないめちゃくちゃ好きですじゃこれねわかるかなみんななんかねこれパッと見て加工してあるあのデニムいっぱい世に出てるんですけどあのストレッチが入ってるやつってすぐわかるじゃん、うん、なんかちょっとわざとらしいっていうかなんて言えばいいんだろうつぶつぶができるんですよあ、うんとね、っていうかねなんて言えばいいんだろうなあ、もうつぶつぶわかるわかるわかりますうん、わかるわかるそれもそうなんだけどさっとしてる感じないんだよなうん、これわかるなんて言えばいいんだろうあと味が出てきますしねあ、そう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 色の落ち方が、うん、全然違うポケットが好きだな、この縦のやつが、うん、ああ、スラッシュポケットね、うん、楽だよねあとね、形が変形しないんでうんうん綺麗な感じではいあざっすあざっすあざっす Oh, I just wanna be